私たちには会えないあなたがいる。会いたいあなたがいる。支えてくれたたくさんのあなたがいる。だから私たちは明日へ歩き出す。感謝と誓い、そして誇りを胸に。生鮮だけっていうと、この気仙沼で水揚げされる数量の約3分の1くらいしか扱えない。そのためにぜひとも、冷凍工場が必要であったの。気仙沼魚市場にとっては非常に生きたお金だったのだなっていうふうに思います。支援された姿を逆に見ていてほしいなというふうには思っております。世界の皆さん、ありがとう。気仙沼魚市場、頑張るぞ。自分が地元のためにできることは何だろうって考えた時に、自分の震災の経験を伝えて、その中でこう気仙沼ってこんなすごいところなんだよとか、気仙沼の未来ももちろん伝えるようにしています。気仙沼、東北を応援してくれてありがとう。私たちはあなたを忘れない。イエーイ。事業が大きくなれば結果的に、その事業のために来る人も増えますし、いわゆるこう交流人口ですねも増えたりとか、それやっぱこう結果的に僕は後から増えるものじゃないかなと思ってますので、シンプルに事業を大きくしていくっていうことを目指していきたいと考えてます。 I think Tohoku is Japan's best kept secret. It's the treasure of Japan. And I think if you come here, you'll see that. You'll discover that for yourself. And I thinkForeign visitors coming here will see that and they'll want to see more. And that's what's really exciting about Masaka.